から市ヶ谷へ向かいます。経営塾って言って2ヶ月に1回やる、そうですね、会社の方針を決める会議ですかね。ですね。新大久保らしい風景。今日のかけてるディータですけどね、これよくありがちなんですけど、ディータ、海外モデルなんですけどね、これ見てわかるように鼻がないんでこう下がっちゃうんですよね。これがこうあると鼻まりがこうあるだけで全然雰囲気が変わります。かっこよくなるんですね、やっぱね。日本人だとこの鼻じゃ無理ですね。まあ鼻もり打ちできるんで、やっぱりこういうのは鼻もりをするだけでだいぶイメージ変わります。腹減りすぎてクラクラする。お腹減りすぎるとクラクラするんですね。自分糖尿病とかじゃないよな。糖分がなくなるとクラクラしたりするのかな。頭400円。わあ、添加物なし。これディータ金属なんですけどね、何にもコーティングされてない。金属なのに何にもコーティングされないから、耳が痛くてしょうがない。耳が痛いわこれ。今回のマカオもだいぶ気合入ってますね。前もなんか普通に乗せられてる。これ何？ビデオ見せられる。ちっちゃい。ここ。書いてもいいです。ママの。あ、なんか。あ、じゃあなんかね。あ、この宣伝しない。もういつもういつ。恥ずかしいっすな。今日はもともと何年前だっけね。もうでも2008年なんで、あ、2009年なんで働き出したのは。だから6年前っすよ。6年前の。スタッフ、じゅんちゃんに、まあでもヌビに僕登場してますけどね、おごっていただきましたすげーじゅんちゃんは今のこういう日が、そうですね。まあまあ今日は商談の一つなんですけどね、かわいいやつですよ、ほんとに。よし、これをアップされるの恥ずかしいですね